10月30日、夕の御言葉。庭の中に住む仲間たちは、あなたの声に耳を傾けている。私にそれを聞かせよ。画家八章十三節。主イエスは、ゲッセマネの園を去り、今、主の教会の園の中に住んでおられるが、あの園のことをよく覚えておられる。そして、今住んでおられる教会の園においても、 主の幸いな仲間に加わっているものに、見心を打ち明けてお語りになる。その見声は、天のてごとよりもはるかによく、すべての人間の音楽も及ばない愛のメロディーがある。地上における何万の人々、天上における何百万の人々が、その調和のある音楽を楽しんでいる。私がよく知り、羨ましく思っていた人々は、 今懐かしい御声に耳を傾けている。おお私もその喜びに預かることができたなら。これらの人々のうち、あるものは貧しく、他のものは長く病床にあり、さらにあるものは死の門に近づいている。しかしお、おお私の主よ、あなたの御声さえ聞くことができるならば、私は喜んで彼らと共に飢え、痩せ衰え、共に死にたい。 かつて私はしばしばあなたの御声を聞いていました。しかし私はあなたの御霊を悲しませました。私を憐れみ、私のところに帰ってください。そして再び私があなたの救いだと御声をかけてください。他のどのような声も私を満足させません。私はあなたの御声を知っています。私にあなたの御声を聞かせてください。 あなたが何と言われるか私は知りません。そして条件をつけることを私はしません。おお、私の愛する主よ、ただあなたの御声を聞かせてください。それが叱責ならば、そのためにあなたをあがめます。私の鈍い耳を清めるために、肉にとって非常な苦痛である手術を要するかもしれません。しかしどんな犠牲が必要でも、ただ私を あなたの御声を聞くことができないものとはしないでください。今夜、あなたの癒しいしもべのこの願いを許してください。私はあなたの血であがなわれ、あなたのものであるのですから。あなたは私の目を開き、あなたを見ることを得させてくださったために、私は救われました。主よ、私の耳を開いてください。私はあなたの御心を読みました。 今、あなたの唇の御声に耳を傾けさせてください。